クレジットカード大手マスターカードが発表した今年11月1日から12月24日のアメリカの小売売上高は1年前と比べ 8.5% のプラスで、事前に示した予想をわずかに下回りました。2019年と比較すると 10.7% 伸びています。オンライン販売は前の年と比べ 11% 増加しました。ウォールストリートジャーナルは、オミクロン株の感染拡大が消費を押し下げたものの、消費者が供給制約への懸念から年末の買い物を前倒したことで売上への影響が軽減されたと伝えています。